竜部家寺は、滋賀県彦根市にある臨済宗明神事派の寺院。三号は、広市徳山。本尊は、釈迦如来。タルマ寺や、庭の寺とも呼ばれる。竜部家寺は、天平五年とうとう海国威な作軍に、狂起によって開かれたと伝えられる。平安時代中期一条天皇の頃に、伊い,い教法がここで葬られたことから、伊氏の菩提寺となった。 前州寺院となったのは、室町時代末期、伊伊忠市平の代,の代のようである。それが、慶長五年に、伊伊直政が、大見国沢山城に天保となると、竜武家寺の五世皇天宗立禅寺を当地に招いて、とうとう海国から分寺して建立したのがこの寺である。沢山を借景にした、北条南不札楽の庭は、枯山水庭園、諸院東帝、宝来寺船庭は、 一戦干渉式庭園であり、共に、海山、高天衆立ての策定によるものである。他にも、書院北庭、路地庭もある。流部家寺には、前宗の大学寮が併設されており、その中に造園を学ぶ、演従家があった。その生徒が実習として作成した庭も残っている。茶室の表表案は、小堀演州や井直助などが茶を楽しんだところである。栗の一角には、 とうとう海国のい、e、い八万宮から勘定されたい、e、い大庭が鎮座している。当時の北にはい、e、い神社もある。毎年4月1、2日にだるま祭りが行われる。滋賀県彦根市、古沢町1104。ありがとうございます。